シュートボクシング協会会長シーザー武史よりチャンピオンベルトが披露されます。ただいまよりシュートボクシングSカップ世界トーナメント2016決勝戦3分3ラウンドを行います。青コーナー163センチ、 64.6キログラム、 S カップ世界トーナメント2014準優勝、ザガリア・ゾーガリー。赤コーナー175センチ、 64.9キログラム、 SB 日本スーパーライト級王者シーザージム、マサーヤS カップ2016、ついに決勝戦ということになりました。マサヤ対ザガリア・ゾーガリーの一戦です。マサヤはチャールズ・ベネット、そして秀樹を破り、この決勝戦、そしてザガリア・ゾーガリーは山口タップロンを破ってこの決勝戦に駒を進めてきました。さてこの2人の戦いですが、はい、マサヤ対ザガリア・ゾーガリー、まずマサヤは、はい、このね、あの序盤特にですけど、はい、この強打をもらわないことですね。そうですね、どうでしょうか、ダメージ的に2人ともかなりあるんでしょうか。いやそんなでもない、まあ、ちょっと、ザガリアの方が少し消耗したと思いますね、前線ではね、はいはい、まあ、かなりあの背中もそうですけど、あのタップロンにやられたところもありますから、そうですね、まあ、本当に過酷なトーナメントということになります。まあ、まずはもう1回戦ではクレイジーホースにね、1ラウンド倒されましたからね。そうですね、まあ、その、まあ、2回戦準決勝ではそこまで感じさせなかったわけなんですが、一番、まあ、キプトーグもそうなんですけど、厳しいのはね、やっぱローが効かされちゃうっていうで上がってきた選手は辛いですね、さっきのね、はい、ありましたよね、なのであの秀樹選手か、はい、あれだともうその本戦その戦い関係なく、やっぱりその前の試合で蓄積しているものを叩くだけで勝てますから、そうですね、はい、まあ、そう考えると2人はこのローの蓄積は今日ないです、ね、そこまで、はい、ないですね、いいんじゃないですかね、いい決勝じゃないですか、まあ、ザガリア2014年の準優勝者ということになります。まあ、マサヤこれは優勝すれば、まあ、初優勝、まあ、互いに初優勝ということになるわけです。シュートボクシングの新たな歴史を作るため、この2人が決勝戦を戦っています。意外とザガリアが冷静なのが怖いですね。そうですね、冷静ですよね、はい、あ、さあやはりあのマサヤはボディを狙っていこうという作戦はあるんでしょうか。パンチが当たっていきます。これはザガリアちょっとパンチ当てていってます。まあ、ザガリアにしては丁寧な打ち方ですよね。だからこれはその余裕なのか、はい、何かね、その作戦があるのかですよね。今そのこの丁寧な打ち方から、はい、パパパンと来たのは今数発ぐらいだったですからね。そうですね、はい、徐々にエンジンかけるのか、まあ、ですかね。まあ、ね、でもこのね、もうトーナメント3試合目という中での、あの戦いっていうのはね、はい、なかなかこれ経験者でしか語れないと思うんですけど、僕はねトーナメントの経験がないんでね、どうですか大江さんからすると、あの1日3試合やれと言われればできません。あ、できませんか。いや、やっぱり一回手を挙げられて、はい、バックステージ戻ってもう一回エンジンかけ直すっていうのね、そうですよね、あれ今の選手すごいと思いますよ。いや本当にトーナメントを勝ち抜くというのは大変なことなんだなと思いますよね。トーナメントも今普通ですもんね。そうですね、ラスト10、まあ、選手からすると本当にあの負担になるというか、体の負担にもなりますし、いや大変ですよね。その中で、まあ、2年に一度行われている S カップであります。第1ラウンド終了です。この第1ラウンドを見られて、まあ、あの先ほど
ザガリアがかなりあの丁寧なというか、そうですね、いや好きあらばでしょうけども、はい、あのお互いそのまだ手の内をその自分の手の内の範囲を超えないところで戦ってましたね。そうですね、うーん、見せてる見せて良い部分というかなんていうか、ね、はいはい、ここから先エンジンかけるとあの止まんなくなるゾーンには入れないで1ラウンド終えましたね。そうですね、まあ、ラガリはあの、ね、ボディが弱いという話を1回戦からずっとしていたわけなんですが、マサヤはそのあたりは狙っていってるんでしょうか。ベースとしてはもちろんあると思いますけども、はい、まあ最ね、まだ元気なうちっていうのは打たれる方もその辺はそう簡単に、まあ、打たせないですし、そこを狙ってくれば、ね、ザガリアもやっぱりカウンター返してきますからね。はい、第2ラウンドです。拳を合わせた2人、うん、まさや、そしてザガリアの一戦ということになりました。 S カップ今年おお2016決勝戦、ザガリアがそのカーメンになるのが良くないですね、まあ、そうですね、カウンター取れればいいんですけども、はい、強いパンチですから、ガードの上からでもやっぱり厳しいですよね。きますよね、うん、はい、だからカメンなんで相手を寄せることによって、カウンターを取る前提ならいいんですけどね。はい、ちょっとこれはザガリア、おっと、これはボディが効いたか、ボディですね、ダウンです。だからね、その効いてカメンだったのか、はい、カメンになってから効いたのかわかんないですけど、あんまり良くないです。このままダウンです。2度目のダウン、あと1回だ。あー、どうだ、ザガリア、ここで倒れた、試合終了。ザガリア・ゾウガリ2016の S カップを制しました。大谷さん、一発目のダウンの時にあのボディかなり効いてましたよね。ね、そうね、やっぱりボディ
こんばんは、everybody。皆さん、こんばんは。It was a very hard time for me. In 2014, I fought the final against Suzuki. I had the pain in my heart because, for my feelings, I won that final. But I accepted it. So I worked it hard for myself. And now, finally, in 2016, I made it. I'm a champion. I hope everybody had fun tonight, because for me it was also fun. The first fight was a knockout. The second fight was also a tough fight. And the third fight, the final, was also a KO. I want to thank everybody, and I hope you enjoyed the night. Arigato gozaimasu. 今回の、優勝まで非常に厳しい道のりでした。2004年の S カップで私は決勝まで上がり鈴木選手と戦いました。私はその時自分が勝ったと思ったんですが、優勝は彼のものになりました。非常に悔しかったです。そこから私は非常に厳しい練習を積んで今回の舞台に上がりました。そして2016年、今回の決勝で私は念願の王者になりました。非常に嬉しかったです。そして皆さんも喜んでもらえたら嬉しいと思います。今回の試合1回戦で KO、 そして次の試合でタフな試合でしたが、最終的にまた KO で、今回王者に飾ることができました。皆さん喜んでもらえたでしょうか。私もすごく嬉しいです。ありがとうございます。I also want to thank the organization Shootbox, Mr. Caesar. Thanks for the inviting. Thanks a lot.The organization is a very nice organization. The promoting is fine. It feels good to be a shootboxing fighter and fight for the organization of Shootbox. And next that, I want to also thank the team. Eddie, Pete, Andy, Paul, thank you. そしてもう一つ言わせてください。私は非常にこのシュートボクシングの団体が大好きです。この団体非常に素晴らしいと思います。そしてこのシュートボクシングの選手として戦えることを非常に誇りに思いますし、嬉しくも思います。そしていつも私を支えてくれるチームのみんな、どうもありがとうございます。